皆さんおはようございます。す。西良平です。でで店長ですはい、えー、今日が3月25日能方で桜庭先生とコラボ公演ですねはい、はい、ありがたいことにねチケットはもうね完売しております、えー、そんな感じで昨日は我々は看護だということでそうですねまあね東大元暮らし東大元暮らしってことがしたけども<う>それで気になったのがあの昨日はあの相性のいいじゃないですけどこういう人と運が あんま上がるじゃないですけど、そういう話やったじゃないですか。逆に。下がるじゃない。ですけど。あの、こういう人といたら、運が下がる。君あれだね。全然打ち合わせと違うところで、バンバン降ってくるね。いや、いいでしょう。いや、今日話そうと思ったのは、ひすいさんとライブ配信した時にね、開運セレナーってとか言われて。もう大変だったね。みたいな話をちょっと振ろうと思ったけど、分かった。じゃ、あそれでいこう。やり直しましょうか。やり直しましょう。えっと、つまり。会えば流れが良くなる人と。で、会うことで、流れが。 悪くな,る悪くなるこれはねあの計算方法で出す必要はないどれだけ恵まれた保証を持っててもあの下げる人っているわけよ人の流れを、はい、でまあ言ってしまったら、まあ、男性と男性女性と女性っていう同性の中だけど最も作用するのが男性から見る女性やし女性から見る男性異性ってことです、ね、異性つまりね、はい、この異性でこの人と会うとだだ下がりっていう人が多い。 あるんですかあるんよこれがこれっていう明確なものがあるってことだからよく言うあの男性の運を上げてくれる女性はいる確かにこれはある、はい、でも男性が女性の運勢を上げるっていうのはあんまり関係ないっていう人たちもおるんよね、はい、でもよく「上げまん」とかって言われたりする、はい、でも下げまんっていうのもいればだ男性が女性の運勢も下げるしこの人と会うことで女性が男性の運勢を下げるっていう要素がある人たちはいるでもそれは生まれた生年月日云々じゃないんじゃないんですかない もうね、長い経験の中でまず一つは今自分の流れがいい時にまずそういう人達って疎遠になっていく<の>今すごいいい流れ乗っかってるなと、はい、でこの流れ乗っかってるなっていう人から意図的にこの人に会おうと思っても会えんのよ流れ乗っかってるから、はい、でもできるならば無理して会う必要はないで特徴としてはね会ってる時に楽しいかとかああ 笑えててるからっていうものまあそれはただ仲がいい気があるとかっていうものかもしれないんだけどもそうではなくて、このあとなんよ問題は。あ<と>そう一つは、まあ、会う前としては会おう、会おうと思ってもなかなか会えないはいで、やっと会えたで、この自分の流れをやたらと下げてくるっていう人はみんなあとから気づいてないことが多かったりするんだけどこのあとあることが起きるんよ。 それはまあもちろん事故に遭うとか財布なくすとかっていうもう明らかに悪いことっていうものよりかは何かというと喧嘩する周りの人とよく揉め事が起きやすくなるあ自分のすでにいる周りの人とそう揉め事とかが起きるイライラするっていう、はい、でなんでこういうことが起きるかっていうとまあ類は友で、はい、会わなくなったっていう時点で類はもう外れてるわけよ はい、でこの人は今もうちょ高,さ高さでつけるわけじゃないけどこの運のいい人グループの中にいますと、ねはい、でこの人はまだそこにいますとそうじゃない人たち普通グループかもしれない昔の馴染みでやったから会ったものの会ってみた後にこっちのグループと会った時にこの人の運が伝染しちゃってるからあなるほどここと波長がずれてくるわけよ。ただ なんでやろうかなんか今まであんなに順調だったりなんかちょっと擦れ違いが多くなったしなんか揉め事が増えてしまったなって思う時はちょっと待てよってこの何日間で俺誰,かと誰と会ったかなって考えてみたらいいなるほどっていうのが一つあるし、はい、あーそうねやっぱりね <laughs> いっぱいあるけどあの、そそれ会ってて気分が悪い人だもううわんよねねですね、うん、楽しくないじゃないですか、まあそういうふうに思う人ってことですよね、うんうん、そう えまあいろいろあ,るまあそのねちゃんと約束事を守るとかね時間を守ることもそうだけど人を喜ばせるとかねあのいっぱいある中でも僕はよ私はねこの職業って言ったらあれだけど別に俺は占い師ではないんだけど占いができるっていう認知があるから周りのみんなにだから判断しやすいというとってちょっとね考えるやろう考えるやろうだからそのこの仕事だからなるほどなって思うのは まあ、例えば近くに占い師さんがいますと「はいね、占い私占いやってます」って言った時に俺の周りにやっぱりこの人は上げてるなっていう上がってるなっていう人が絶対に俺に向かって言わんことと、はい、あそうじゃないんだなっていう人たちが絶対に言ってくる言葉があるそれで判断できるってことですか判断できると思う,う絶対そうやもんだって今まで会ってこの人すげえなって思った 女性の人は特にそうやしもう男性でもそうよそれこそ香取さんも何めんさんも川村真由美先生もそうやしもうここで名前出せん人たちもいっぱいおるんやけどそれこそ翡翠さんともあったし、はい、桜庭先生ともってやったやん、はい、この人たちは俺にいまだに一言も言ってこないことがあるへえ<ー>分からんでもいや分かんないですそもそも分かるやんどうぞ占ってください言わんのよ絶対になるほどもちろん あの正式な仕事として、はい、あの依頼されるとか先生個人鑑定あのメッセンジャーで、ね、とかでもあの個人鑑定してもらえませんかとかいう人たちもいるでもそれがわそんなんじゃないんよこ,こういう人たちを言ってるわけじゃないわけわかる出会い頭にあってパッとあって占いできるんだあちょっと見てみてわかる,なるほどこの人たちをこれやばいわけよやばいわけその瞬間にごめん本当にね悪いんだけどそれ瞬間にさああのまず俺は あのちょっっとと見るってことはできませんと僕はこれをちゃんとした意識をちゃんとしたプロ意識を持った上でやってるので、はい、やるんだったら生年月日なり何なりをしっかり見た上であの例えば手相でもちょっと見てくださいとかちょっと見ることないんよ青年あの手相っていうものを一つ取ってみてもそうなんだけども手相の線だけでは何も判断できんわけその人の生年月日名前その上でちゃんとした生まれてきた巡りを全部出した上で今この人が聞きたいこと悩んでることを聞いた上で答えられることが一つそう基本はね パッと見て伝えれるることもあるよだからそれを言ってくるからというよりもだから今までの中でもちょっと個人的に占いしてもらってもいいっていうのが悪いわけじゃないでもそれを目的で例えばよちょっと会,会いたいとか、はい、あるいっぱいちょ,ちょっと会うだけでいいんですよってちょっとお話しさせてくださいとで来たらみんな占いっていうでも俺がやっぱこのあっちすごいなってしたら絶対にそれを言わない言ってこない、ね、言うからダメじゃないんよ、はい、言うからダメなくて 会ってみてみ初対面とか会ったこともない人から突然ちょっとじゃあ占ってみてくださいとかって言われた時に言い方変えたら弁護士さんがいたとしてよ友達に初めて初対面で弁護士さんが来て弁護士さんは人の相談を受けることが仕事やん私弁護士ですっていや今旦那とちょっと揉めてるんでちょっといいですかって言わんやんそうですねだから世間一般的にまあ弁護士さんは格がある資格も取らない件して大変やからそれでお金取ってるでも占いをやってる人たちもそうなわけよ もちろん資格はないよ国家資格もないけど俺はそのまあそうやって変なやましいことをやってる占い師さんばっかりがニュースとかでクローズアップされてしまうもんだから占いをやってる人たちの仕事自体をなめてかかる人がいるわけおいちょっとなんかできるならちょっと見てみてよって、はい、あダメだなって思うたんびにそのたんびに家い置いかれやろう、はい、なぜかその人の仕事に対して敬意を払ってないけんジーンが店長をやってて接客やってますって言ったら、はい あじゃあなんかカラオケで今一番人気の機種でさってなんかおすすめのやつも言ってよみたいな感じのことを突然出会い頭に言われても答えるとは思うわけよ、はい、でもその人に対してお前はいい印象を持ついや出会い頭にいきなり言われ初対面であってね、はい、さあ長い年月の中であ今それは今こんなんがあるけどこうこうこうでってどんな機種がとか言うのもそうやけどそれぞれみんな自分の個々の特殊な能力があるわけよ、はい、掃除が仕事ですって言ってる人にあ今ちょっと家液してないけどちょっと掃除してよって言わんやん言わないですね一緒 だから、え、ちょっと占いしてみてよとかいう人たちはだから俺はあーもちろんもともとやけどあのー、絶対行かないって言ってる基本の場所っていうのはあの、ご飯食べた後に男性がよく行ったから飲み屋さん飲み屋さんうん、行かない絶対に行かない行ったら占いこの人できるんよって瞬間にもうみんな恋出すから「いやーもう大夫すいません」ってちゃんと見ないとできないんでっていうのもそうやしあ,、ね、あの、これをねまあもう昔やけど絶対大丈夫なんでって言って銀座でめっちゃ高いあの ホステステさんがいるところに連れれて行かれたわけよ、はい、その時に「俺が本を書いてるしその上でそういうことがあのなんできる人だよ」って言っても誰一人として言わないあ言わないんすかちょっと見てもらっていいですかとか私今ちょっとこんなことで悩んでてと言わんのよええー、そ,それはもう一緒に行ってる人たちも向こうのマ町職クで働いてる人たちも誰一人言わなかった言わないだからそれを一つ取ってみてもねあのー 自分自身が会うことでもちろんイラッとするのはもうないとは思うんやけどあの見てないところで自分の仕事の柄書くっていうもの自体を言い方表現上手に見つからんけど何買ったなめてかかってくる人がいるわけ、はい。あわよくばただでもいけるしなんかいいこと言えたらいいやんっていうぐらいの感覚で聞かれるんやったら言わんよねやらんしそして何よりも前は一生懸命答えよったよこうです、はい、ああですって。 もちろん接客でカウンター立ってた時があるしっていう時はそれは全然問題ないそれがもうもちろん売りでやってたしサービスでやってますとでも今はそうではなくてちゃんと普段からそれをやってる人はお金をもらい得るわけやん、はい、でもそれをあわよくばちょっとって言ってる人たちはあ人のもの自体その持ってる人の格っていうもの自体を、うん、あの安く見てる安く見られてるんだなって思った時はあ こここのの人ととと会うことで自分の流れが良くなることはなるはい、うん、もちろん下げるかどうかは知らんよ間違いなくこの人と一緒にいることで自分の流れが良くなることはないってことだけ分かるけあーもうすいませんちょっとそれちゃんとやらないとダメなんですよっていうふうな感じでやんわり断るけど出会い頭にポッと言われるってとこれだけ長い付き合いがあっても、はい、翡翠さんが「先生ちょっと見てもらっていいですか?」って言わんのよ絶対に言わないな香取さんなんてなおさらイメージないし、はい、桜庭先生は吉報の話するぐらいぐらいのレベルで言わない でもちゃんと言うときは、なりめんさんとかやったら、ああ、両いちゃんとね、お金払うわけ、こういうことで今、ちょっと聞きたいことがあるんやけど、ちょっと聞いてもらってもいいかっていうのはあった。でも、それはもう何年、もう何年も経った後にね、はい、なんかお前の言いようことにすごい興味があって、その上でちょ言ってしまったら、こういうときってこうなんかなみたいな感じの相談をちゃんと正式に申し込んでいてくれたよで、お金も払うってい,ういや、お金いらないですよっていうぐらいの話やけどね。ちゃんと仕事として。そう。ね、だから、相手の仕事とか、書くっていうもの、持ってるもの自体を、ちゃんと尊重してくれる人たち。 じゃなくてそれを見下すというかなめてかかってくるような人たちがいるわけよ、はい。この人たちと一緒にいることで流れが良くなることもないしこの人たちが自分自身ともそうやしこの人と一緒にいることで流れが上がっていくこともないわけ。っていうところではまあ最初にちょっとおさらいしていくと異性でこれがよくあるっていうこともそうやし特にねあの男性の運勢とか女性の運勢を下げていく人の中にはねめちゃくちゃ魅力的に見える人がいるわけだから要注意してほしいわけよ。 だからそういう時に自分の仕事っていうもの自体を一つ見てみても仕事ってさそれこそ加賀谷さんとかも最近みんなよく言っけど「志す」「こと言といて「仕事」っていうふうに言われるわけよねそれを安く見てくる人たちと長く付き合う必要もなければそれをバカにしてくるとかっていう人たちも相手する必要ないと思うだからそういう人たちと一緒に関わってくると流れが上がることはまずないなっていうのが今までの経験上これはもう僕がこういう仕事をやるようになったから分かりやすく 見つけらられるようになったからだからこれはこれでありだしうーんまあもちろんこの動画を見てる占い師さんたちも多分いると思うんだけど多分ねそういういので困るる人おるんよもうどれだけ勉強してきてやってきて、はい、この人たちはそれを学ぶためにもう100万200万じゃないけんそのお金をずっと積んできてやってきてパッと出会うしちょっと見てみてよっていう人たちに対して快く見てる優しい占い師さんもいる。でもそれって そうじゃなないんやなっていうところに関して言ったらこの人たちとは長い付き合いになることはないんだなと思って多分割り切ってやってるはずぐらいの感じなのでまあえ流れを落とす人っていうよりかはいることで流れが上がるわけではないって人自分のやってることに対してちゃんとそれを尊重した上で見てくれる人たちっていうのは一つ基準になるんじゃないかなと思うなるほどそうだからさっき言った通り会った後にイライラするそのグループの中に戻る,戻ることでそれは一番わかりやすいやつだけどもまあちょっと表現が少し違ったかもしれないけどそうやってやったりすると。 あのやっぱ違うなと思うだからもうそこが分かりやすいいや面白いですねそうなんや何かそうこれを聞いたあとになんかふとふと,なふとした時になんかちょっとこうイライラした時とか,ちょっとなんか考えそうですねそうっていうのもあるけどその人が悪いとは言わないんだけども決して上げてる人じゃないっていうところで考えた時にもそうだし、はい、やっぱ見てたらいろんなところの例えば誰々さんが坂山先生もサロンを持ってるやん、はい、自分のメンバーでもねいない そんな赤見見てててて先生ちょっと前に手相の話した時は、はい、みんな手相ちょっとだけチェックっていうのはあったよでもそうじゃなくて出会い場所に会った瞬間に「先生ちょっと見てくださいよ」という人はまずおらんだからサロンにいる人たちもこの人の色に染まってるから桜庭先生が絶対言ったわけじゃないはずないでも分かってるからそういうことが失礼だって分かってるから絶対言わない うなね、翡翠さんのときでもそうだったし桜庭先生のときも他にサロンメンバーの人たちのがやってる取材してるとこに行ったときも多分言われてないはずない。でも言わない絶対にへえ面白いっすねちょっと見てもらっていいですかっていうないちょっとじゃない見るときは全力で見ること以外でやったことないからだからちゃんと時間取らないとできませんっていうことを分かってくれてる人たちだからって思う感じありがとうございますはいそんな感じですけども <laughs> はい えー、まあ、自分の流れを上げる人、下げる人っていうのは、やっぱりいます。なので、それをもうちょっと詳しく読み解いていくと、他にもいっぱいいるので。まあ、ちょっとそれをね、えー、また。店長がいきなりね、前振りでやったんで、全然、あの、考えてたことが。あの、本当は財布の話をしようと思ったけど、明日、ね、<laughs> いいではい、では,今日ではい、了解です。じゃ、今日もガッツポーズで皆さん、取ろうと思います。はい、では、いきます。はい、では、いきます。せーの。よっしゃー。ーと <music> いうことで、今日も元気よく。いってらっしゃい。必要。